ただいまより新日本イングリッシュチャンネル開催いたします。どうも皆さんこんにちは、新日本イングリッシュチャンネルです。学校や参考書で覚えた文法を実践形式で血肉に変える、それが新日本イングリッシュチャンネル。このチャンネルの目的は最終的に文法を意識しなくても英文が読めるようになることです。一緒に頑張っていきましょう。What would you do with that, Himie? Well, Tiger, you had the lady. Make sure she comes to no harm. What will you do? これだと皆さんわかると思います。あなた何をするつもりなの？ Without him. 彼なしで。彼なかったらどうするつもりなんだ？彼なしでどうするつもりなんだ？という表現なんですが、これ実際彼は行きます。絶対に行くわけです。二人で行くのはもう決まっています。なので、どうするつもりなんだっていう力強い、今あるような話ではなく、Would.控えめな表現で、彼なかったら、もし彼がいなかったらどうすんだろうねと言っています。これは仮定法で過去を使うのと全く一緒です。はい、それでは続きを見ていきましょう。 You had the lady、 あなたその女性聞きましたということなんですが、まあこれあなたその女性のこと聞いたよなっていうことです。 Make sure、 確かにしろ、命令形です。何を確かにするのか。 She comes、彼女来る、彼女が来る、彼女が来るということを確かにしろ。どこに来るのでしょうか。 To no harm、 to で指しています。この場所に来ること、 no harm、 無傷を指してこの状況に来ること、だから無傷で戻ってくることを確かにしろよということになります。The symbols on the side of the door represent the spirit of the land, you know. The symbols. シンボル。On the side. そのシンボルはとは言ってません。まだ主語は続いています。B 動詞も動詞も一般動詞も来ていません。ただ場所を言っているだけです。側面にピタッとくっついているような感じがします。Of the door. 岩山のということです。この on the side。追加情報で the symbols。そして of the tour、 これも the side に追加情報を加えています。さあこの of the tour の of、 これなかなか難攻不落の要塞のような気がするんですが、前置詞最難関と呼ばれるこの of、 詳しく見ていきましょう。完全攻略していきたいと思います。 of 完全攻略ということで、 of は一体何なのかということなんですが、こちらご覧ください。このブクッと飛び出た餅、そして餅の本体があって、その飛び出た方は一部です。この関係性がオブにはありますよということです。このイメージ一発でほとんどの部分解決できると思います。ぜひ頑張ってください。さあそれでは先ほどの文章にあった表現 The side of the tour、 The side、 側面というわけです。これは一部です。 Of が何かから飛び出てきたことを示唆しています。全体像はこちらです。ドンと、これが全体像、岩山です。この岩山の一部の側面ということです。これはただの関係性に過ぎないんですが、これを一瞬で頭に思い浮かべることができるのかできないのか、それがこのオブ完全攻略の鍵になります。頑張ってください。さあそこでさっきの文章をちょっとまとめましょう。 The symbols on the side of the tour、 岩山の側面のシンボルは represent、 ここで一般動詞が来ました。表しています。何を表しているのか。 The spirit、 精霊、魂、これを表しているということです。この続きもまた出てきます。 of です。ということはこの The Spirit、 これも一部に過ぎないということです。何の一部なのか、全体を示唆しているのがこの Of です。ということは全体を待ちましょう。 The Land、 その土地ということです。さあこの関係性も少し詳しく見ていきましょう。 The Spirit of the Land、 The Spirit と来た時に一部です。精霊というわけなんですが、 Of、 何の一部なのか、それがこちら The Land、 これが全体像です。この全体の一部がこの精霊ということになります。これはあくまでも関係性です。この関係性を頭の中で思い浮かべれるようになるまで頑張ってください。はい、というわけで先ほどの文章 The Spirit of the Land、 これは精霊、何の精霊なのか、 The Land、 その土地の精霊ということが分かりました。
荘厳に流麗に西へからの巧みな技、格調高いお仏壇を作り続けて、おかげさまで創業109年、心つながる安らぎのネットワーク永田屋仏壇店。さあ、それでは続き見ていきましょう。 The Spirit has always watched over the people of Cobblestone. The Spirit、 その精霊は、動詞が出てきました。ここで主語が終わります。 has watched over、 have プラス過去分詞で現在完了、過去から現在にずっとつながっているということです。そして watch over、 見守るということです。そこにこの現在完了に always、 いつもというニュアンスが入っています。これで過去から現在にずっと見守ってくれているということになります。こんな感じですね。何を見守ってくれているのでしょうか。 The people、 人々を。さあ、この watch over、 ちょっと詳しく見ていきましょう。なぜ見守るという意味が生まれるのか、こういうところを少しずつ拾っていくことによって、熟語と呼ばれるものですね、結構攻略することができると思います。頑張っていきましょう。 over、 over は何か飛び越えるような感じがあります。こんな感じですね。 watch と over の足し算でこんな感じです。 watch はじっと見ること、それがくまなくこの赤ちゃんを見る、全体ぐるっと見渡すみたいな感じで見守るという意味が生まれます。さあ、そこで先ほどの続きなんですが、 the people、 人々をの後 of が来ます。ということはこの人々、何かの一部ということが分かります。全体は何なんでしょうか。コブルストーン、コブルストーンの人々ということになります。一部、 of、 全体、この関係性を一瞬で頭の中に思い浮かべれるようになるまで頑張ってください。最初のうちはとにかく意識することです。The coming of age ceremony is one of the ways we show our gratitude for its protection. The coming of age ceremony、 これで成人の儀式ということです。 Wha is、 ここで主語が終わりました。何なんだよ。 One、 一つだよということです。成人の儀式というのは一つなんだよ。 Of、 これで何かの一つ、この一つは一部です。何の一部分なんでしょうか。見ていきましょう。 The ways、 全体像が見えてきました。複数の方法のうちの一つという関係性が見えてきました。そしてその後、 The ways の後に We show our gratitude、 私たちが感謝を表すというのが追加情報で後ろにドンと加えられています。 For は方向性、こっちの方向を向いてますよ。その gratitude、 感謝はこっちの方向性ですよ。 It's protection、 その精霊のご加護の方に向いた感謝だということがわかります。本日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ほんの数回分の動画でもかなりの数の文法事項が出てきました。すぐになれます。血肉になります。必ず使える武器になるはずです。これからも一緒に頑張りましょう。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。